清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ。今回は男子中学生ノルディックコンバインドの選手を紹介します。私井山圭介が紹介します。姫野颯太選手14歳。瞬発力のジャンプ、持久力のクロスカントリーを競うノルディックコンバインドの選手。競技を始めてわずか2年で全国優勝、スペシャルジャンプにも挑む注目の中学生アスリートです。お父さんが近くの公園でちっちゃい山があって、そこにジャンプ台を作ってくれたので、ちょっとそれで興味を持ち始めて少年団に入ってやってみたいってなりました。いつからそのコンバインでやってみようかなと思ったの？小学校6年生の時にその誘いを受けて、普通に運動がそもそも好きだったから、本当チャレンジでやってみたんですけど、ちょっと僕もクロスカントリーちょっと本当にやってみようかなみたいな、友達の借りてやってみたんだけど全然できなかった。難しいですね、本当にもう最初全然乗れなくて、アスリートの凄さを体感、井山チャレンジ。今回の井山チャレンジはジャンプのトレーニングの、これ何？ローラーボードって言って、これに乗って、その場でジャンプする練習です。これが正解？そうですね、これが動かないようにまっすぐ真上に飛ばなきゃいけないってこと？はい、おお、形いいです。形いい？今とは前すぎるから、さっきのの間。そうですね。いや、むずいわ。また来週次回は姫野選手のお部屋について伺います。